取れない取れない取れない。アンドちゃんは爪だね。だいぶ爪が鋭くなってるよね、金に。あ、そうだ、洗濯ネットを外に出しとかなきゃ。洗濯ネットをここに自然に、とても自然に敷いてむきました。はい、どなたか遊びませんか、ここで。あれ来ました、来てほしい人が一番最初に来ました。はい、でもなんかちょっと変だと思った。はいはいはい、はい、滑った。シオンくんは洗濯ネット匂いチェックしてます。なんだっけね、これね。おう、シオン君やっぱりなんか警戒して逃げていった、うん、やっぱりこれでしょうか。まあただ普通に置いといて慣らしていこう、うん、あと4日、5日、今日水曜日、木、金、土、日、あ、4日しかない。でネットになるよね。さあみんな、そろそろご飯がもらえるかもよ。ポンちゃんがカリカリ食べてる音がする。はい、アンドちゃんです。はい、アンドちゃん、どうぞどうぞ、どうぞ、お手手とか来てください。今日はいっぱいアンドちゃんなでなでさせてくれたけど、トイレに入っているのをなんとかしようね。でなに、私も昨日最高になっちゃうよ。昨日いっぱいなでなでしたけど、半分以上トイレ入ってた。いい、よかったね。ほんでちゃん、はい、かぶり姫じゃなくてトイレ砂かぶり姫に寝ちゃうよ。出れるな。人出れしてご飯。ゆっくりゆっくり。シオン君下でうろうろしていますね。はい。シオン君でいいかね。どうせタコちゃんは来ないですよ。はい、来たよ。はい、お、どうぞ。うん、ただね。タコちゃん、自分のところにあるからね。ちゃんくんとこチュール入れてないんだけど、直接食べるかなと思って、でも、食べてるね。チャコちゃん。
ちゃこちゃんまだ遊んでるの？ちゃこちゃんに実は食べたいのね。ちゃこちゃん食べたいんだけど、お仕事にあったら食べたいんだけど、普通に戻って遊べなくなっちゃうので、うん、遊び足りないのかい、うん、食べたいけど遊びたいの、遊びたいけど食べたいのみたいな。はい、ご飯を用意してから30分ぐらいかな。今日は1時間は経ってないよね。1時間ぐらいかな自分で帰ってきました。お腹が空いたんでしょう。それと、遊び相手がいないので帰ってきたのかもしれません。もうちょっとご飯だよのタイミングで帰ってくれるとありがたいです。よいしょ、閉めるよ。はい、ちゃこちゃんいっぱい食べて、あとはお休み。